さあそれじゃあ今回はゾンビユーの実況プレイしていきたいと思います。さあまさかの大復活、いや復活っていうか昔一回プレイしたことがあって、その時は一回やられちゃったらおしまいみたいな、そういうプレイをしたんですが、最後は確か自分で炎に巻かれに行って終わっちゃったみたいな、そういうしょうもない終わり方をしたはずなんですが、その時続きやってくださいという声があって、いいよって答えてから、あ、さあムービー始まってしまったから、ちょっとさあ大体こんな感じのゲーム、おお、一人称視点で進んでいってゾンビはびこるロンドンをなんとか生き延びろ的な、そういう感じのゲームなんですが、まあ見た通りかなり過激というか恐怖な演出が施されているので、その辺が苦手な方はご注意くださいといったところかな。あと画面酔いとかにも注意していただければと思ってます。うん、さあというわけで、まあつまりなんかずっとねプレイしようと思っていて、なんか数年ぐらい経っちゃったので、この時代が移り変わるこの時期に再開しようかなと思って今立ち上げたんですが、さあというわけで記録とかは全て白紙に戻してあります。というか自分の記憶がほぼほぼ白紙状態なので、まずは初見ぶってプレイしていきたいと思います。まあ初めのうちはかなりサクサクはいけないと思うけど、なるべくなんか普通のゾンビたちはスルーしながら行って、難所だけは丁寧にやっていくみたいな感じでやっていきたいと思います。さあ、ノーマルモード、ノーマルモードでは死ぬたびに新しい生存者となってプレイしますと。でサバイバルモードは一回やられちゃったらもうゲームオーバーとなってしまうというかなり難易度の高いモード、まあ今回はノーマルモードでいきましょう。さあ難易度選択、スタンダード、これが本当のサバイバルだ。そしてチキンは初心者向け、ランキングには参加できませんと、うん、まあ本来ならチキンプレイするべきなんだろうけど、今回はスタンダードでやっていきましょう。お、なんだいきなりビビらせてくる、こんなんだったっけ。さあ And in those days shall mean sickness、 どういう意味でしょう。お、無より富をつかむ技が人類に第二の腐敗をもたらす。死の霧は大地を覆い、備えなき人々はなすすべもなく汚れた手に絡め取られる。なんとなれば神は彼を顧みぬ者を憐れまないからである。かくして終末が訪れる。神の目にかなわぬ世界は黒き天使の炎により浄化され、新しい世界へと生まれ変わる。うん、なんか宗教的な感じのメッセージにも聞こえるけど、あれかな、錬金術か何かでこう富を得ようとした人が原因でゾンビがはびこる街になっちゃったみたいな感じかな。お、さあこれが俺か。うん、さあいきなり獅子類類、俺もこのうちの一人となってしまうのか。カラスってのはこういう時すごくなんかタフだよね。ああいうの食べても平気なんでしょうか。バイオハザードというゲームではなんか人間に対して襲ってきたような気もするけど、さあゾンビがいるぞ。このなんかちょっとレンズが汚れてるような演出がなかなかいい。うわー、ハエさんたちも大変だなこれ。さあ結構うかつにフラフラと外に出てしまう主人公ですが、お、駅に降りてこい。君だ。私が誘導する。こっちに来てくれ。地下鉄の駅だ。これ誰だっけ、確か俺を導いてくれる人。うわー結構いる。なんでこれ、早く、うん、これが無双シリーズだったらよかったんだけど、無双されちゃうシリーズだから。これはちょっと、お、始まった。おお、ちょ、 L で移動、 R、 おお、うわやべやべ。あ、そうそう、一回でも噛まれちゃったらこのゲームすぐ死んじゃうんですよ。確か引っかかれるぐらいだったらいいんだけど、噛まれちゃうと死んじゃうみたいな。 L を押すとダッシュ。おっとちょっと、はしご使う。いいぞ、しゃがむ。
おお。ああ、あったあった。ちょっと思い出してきた。おお。さあ、ひどい目にあったけど、おお。すごいなんか、わあ。いやなんか、さっきのなんかレンズが汚れてるような演出って言ったけど、俺の目がすごい汚れてない？これ大丈夫？ゾンビ化してない？うん。まあ、ある意味では、綺麗に見えなくないような気がするけど。うん。さあ、ゾンビから逃げろという話だけど、なんか早速、怪しげな、なんだろう、お、もう少しだ。あ、はーい。おお！生きてる？これ。略奪。アイテムなし。あ、こういうゲームだっけ？なんか、人から取っていくみたいな感じ？バリケードを設置。ハンマーが必要だ。ハンマーだけじゃ無理でしょ。確かなんか板とか必要だったような気がするんだけど、まあいいか。開ける。お、さあ何かいるね。あ、Wii U ゲームパッド見よう。そうだ。このゲームってさ、大体の操作を Wii U ゲームパッドでやるんだけど、そのパッドの表にかなり大事な情報がいっぱい表示されて、まあ大体皆さんが見てる映像の方には何も映されませんので、その辺は私が実況というか説明していきたいと思います。さあ、ゲームパッドの左上の方にはライトが表示されてるからこれタッチしましょう。お、いいね。わあ、なんかちょっと太っちょ。使うときは敵に気づかれるんだよ。あ、はい。これって使ってると敵に気づかれちゃうってこと？消した方がいいのかな？うん。まあでも、暗くしてると皆さんが全く画面見れなくなっちゃうと思うので、その辺は注意しながら行きましょう。閉じる。わあ、すごいことになってるけど。略奪。ない。うん。基本的には最初何もないかな？うん。じゃあ行きましょう。あ、思い出した。これなんかゾンビに追われて最後、うわーみたいな感じになるような感じだった気がする。さあ、あれは、ライト消す。これしゃがむとかっていうボタンないの？お。さあ、R スティック押し込むと、なんていうのかな。プッシュができる。これ確か ZR でもできたよね。うん。で、R ボタンが反転。で、L ボタンなんだっけ？ちょっと思い出せない。ZL で構えてみたいな感じだったかな？で、X でインタラクションだかなんだかをやってみたいな感じでしたが、あとは大体タッチパッドで操作するという感じです。これは、入れないか。さあ、どうやっていくか。これは、足音とか、あ、やばい、気づかれたっぽい。逃げろ。ダッシュ、おーっと、とっと、逃げろ。開けて、うん、ああ、これか。なんか、悪い夢を見たんだよみたいな、そういう設定だったような気がする。起きるんだ。悪い夢でも見たが、まあ、現実も悪夢みたいなもんだよ。ああ、ひどい夢だった。君を見つけられてよかった。隠れがいいよ。私はプレッパーというもの。プレッパーさん、懐かしい。この名前は、備えある者という意味だ。うん。実は、今回のことは前もって分かっていたんだ。ずっと前からな。すげえな。机の上にデバイスがあるだろう。備えはあるか。そいつを拾える。うん。ザ・プレッパーパッド、過去サバイバルキットを取れと。うん。あれかな？お、さあ、拾う。お、ゲームパッドを見よう。私のお手製さ、プレッパーパッドとでも呼んでくれ。レーダー付きのマップが入っててな。君の動きをこっちから追跡できるようになっている。うん。今、プレッパーパッドには、お、トイレに発電機がある。スマートマップの緑の表示だ。わかるか？はい。今、ゲームパッドの方には、マップが表示されていて、自分の方向とか、周りの状態がわかるようですが、画面暗いな。だ、ライトつけても暗いな。あ、それで明かりをつけろって話か。緑の光点が今2個あって、1つが、ちょっと暗い緑で、もう1つがターゲットマーク的な感じのがあるんだけど、どっちだったっけ？トイレの方に行くと発電機がある的な感じだったかな。お。さあ、これはセーブ。なるほど。セーブは確かなんか、
終わる時だけセーブすればいいみたいな感じだったかな。やられちゃうとあのオートセーブが入っちゃったような気がするから、まあでも1回ぐらいはセーブしておきましょう、せっかくだから。全然なんか暗くて見えないんだけど、あ、いたいた、うん、よし。あ、これ一応あのオプションで結構画面の明るさ上げてるんだけど、ちょっと待って、オプションで画面オプションの明るさ、ほら 100% まで上げといて、これだよ、ゾンビの3がかろうじて見えるぐらいにして、ゾンビ4は見えないようにしてくださいって言ってるけど、これでも結構暗いと思うので、あの録画環境ちょっとだけ明るさ上げてるんですけど、まあ暗さもかなりあの酔いとかに関係してしまうので、まあ少なくともこのゲームあの長い時間見るということはやめていただければと思ってます。まああとはあの注力して見なければいいかなと、片手間にね斜めで見るみたいな、斜めというか適当に見るみたいな感じでいいと思いますが、さあというわけで、じゃあここ乗り越える、さあトイレ、うん、おトイレにまで何か落書きがされてる、うん、ロンドンの地下鉄ってみんなそういうもんなの。お、じゃあこれかな、発電機がこんなとこにあるってよくわかんないけど、プレッパーさんが用意したのかな。よし、明かりは確保できた。メインルームに戻ってモニターを確認してくれ。うん、なんかめっちゃ明かりがチカチカしてすごく目に悪いんだけど、あ、多少明るくなったかな、うん、 OK、 一つ一つに何かアイコンが書かれてる。おお、あ、こっち女子トイレか。おお、出ましょう。さあ出て、あ、あっちか、あ、あれはなんだっけ、ショートカットだったっけ、カードキーが必要だしょうがない。さあミッションブリーフィングを受けろ。その人物を助けようとしたんだが、パッドも持たずに外に出てな、むごい最後だったよ。あー、むごい。他にも使えるものがあるぞ、いわゆる非常用持ち出しバッグだ、役に立つものが入ってるぞ。ん、あ、確かこの人からなんかバッグをもらってこいとかそういう話だっけ。さあ前回の生存者を探せ、うん、さあ前の生存者からアイテムをいただくと、あ、そう、説明してなかったけど、あの自分がやられちゃうと他のキャラクターに切り替わって、なんていうか、またやられちゃったところまで行くとそのアイテムを拾い直せるというシステムなんですが、まあなるべく死なないようにしていきたいけど、よし、じゃあ行こう。さあ外に出て明かりをつけて開ける。わー懐かしい、この辺り。なるべくあれかな、視点変更はぐるぐるとやらない方がいいかな。おお、あったあった、ここ。確かここね、すごくいっぱいのゾンビに襲われる時があるんだけど、その時このくぐるところ、ここを使うとゾンビもくぐってくるから、そこでこうバシッと踏み潰せるとか、そういう設定だったような気がするんですが、まあその時は、その時が来たらまた活用していきましょう。さあ、マップで見るとこの辺りなんだけど、そうだ、レーダーを試してみよう。うん、Wii U ゲームパッドの右下の方にアイコンが出てて、あ、なんだっけこれ、トラッキングレーダー的な感じだったかな。よし、ちょっと押してみましょう。ていうかこれ音出てるかな。お、お、ちょ待って、今ゲームパッドから音出たけど、テレビの方からも出てた。ちょっとオフにしてもう一回。ちょっとあの音聞こえづらかったかもしれませんけど、自分から見て右斜め前の方に赤い光点が出てます、こっちの方。よし、行きましょう。お、さあいた、あれか、クリケットのバットだ、そいつでぶん殴ってやれ。お、おう、さあジョン・ドゥさん、ジョン・ドゥってなんだっけ、あの七種のゴンベイ的なそういう意味だったような気がするけど、さあちょっとよくわかんないけど、クリケットバット、おい、暗黙の了解ってやつだ。うわ、君だって感染したら人をやってほしいって思う。怖っ。さあ ZL 長押しで構えて ZR で攻撃。わあ、さあこれからちょっと過激な映像になりますが、まあそういうゲームなんで申し訳ございませんが、一思いにやりましょう。おい、生きてる、さすがゾンビ。もうだいたい頭半分飛んでるんだけど。あー、やっちまったぜ。嫌な仕事だが避けては通れない。バッグを確認してみろ、銃と弾薬が入ってるはずだ、この先必要になる。
はい。結構容赦ない主人公だよね。まあ、そういう、それでいいと思うんだけど。バッグゲットだぜ。お、ゲームパッドを見てみよう。あ、バッグ。ゲームパッドの方で上の方のバッグという文字を下にスライドするとバッグを開くことができると。で、この間は周りの様子が見えなくなってしまうというデメリットがあって、その間にいろいろやりましょうと。拳銃を手持ちに移して。リロードも練習して早くできるようにな。はい。メディキットも手持ちに。予備弾丸も手持ちに移しましょう。で、戻る。いいぞ。その調子で電柱を片付けるんだ。いやいやいや、そんなに戦わないから。うん。お、さあ何かがある。さあ弾丸。よし、よし。じゃあ、弾丸というかハンドガンをチェックして。さあ、リロードは Y ボタン。お、いいね。さあ、現在弾は13発入っていて、残り弾は9発かな。うん、ちょっと心もとないけど、何もないよりかはいいでしょう。よし。さあ、この状態でどうするんだ？もう一回トラッキング。うん。周りに怪しげな反応はないか。よし。じゃあ、一旦戻ればいいのかな？うん。人は20時間ぶっ続けで起きていると、まともに判断できなくなる。睡眠を甘く見るな。あ、はーい。睡眠は大事。さあ、戻ってきて。メインルームに戻って、モニターを確認しろ。ロンドン中の監視カメラとつながってる。そいつは近くにあるスーパーマーケットのカメラだ。監視カメラは他にもある。目は大いに越したことはないからな。他のもハッキングしてきてくれ。うん、軽く言ってくれるけど。よく誤解されているが、監視カメラというのは警察につながってるわけじゃないんだ。昔、陸軍の通信部隊にいたものでね。君にもいくつか手ほどきしてあげよう。うん、なるほど。なんだっけ、なんか監視カメラとか。お、カメラを直してついでに買い物もしてきてくれ。スーパーマーケットだから買い物ってね。まあ、おそらくジョークなんだろうけど、うん、確かなんかカメラとかをハッキングするとそのマップが表示されるようになるとか、そんな感じだったかな。うん、オッケー。じゃあ言われた通りに行きましょう。さあ、ここからが本番って感じかな。よし、さあレッツゴー。飛び越える。ダッシュ中に何かを行うとかそういうことはできないか。待ってろ、今シャッターを開ける。はい。中途半端なんだけど。あ、なるほど。よし。お、ちょ待って、レーダー。オッケー。さあ、これは銃座。お、なんだって。あ、いるいる。ゲームパッドの方には主観視点で表示されていて、下の方にいるゾンビとかが見えます。見える範囲だと1体だけかな。ちょっと撃っちゃおうか。撃っちゃおうかって言ったけど、ゲーム画面皆さんからすると全く何をしてるかわからないと思うけど、撃ちます。連中だ、レーダーを見ろ。ん？うん、ちょ待って、近づいてきてる。え、反応ないんだけど。あ、来た。うわー、ちょっと待って、初ゾンビ一体だけ。どうすんだっけ、構えて、えいっ。あー、思い出してきた。なんか空振るとなんか掴まれておしまいみたいな、そういう設定。おーい、硬い、えいっ。やった、長押しとどめを刺す。うえー、略奪。何もない。怖えー。さあ、こんな感じでゾンビをやっつけながら生き延びていくっていうゲームなんだけど、うわー、掴まれたらおしまいっていうのがめっちゃ怖い。あ、こっちか。うん、キーカードが必要だな。駅のどこかにあるはずだ。パッドの環境スキャナーを使って周辺をスキャンしてみろ。今のところ目立った動きはないようだ。うん、環境スキャナー？
なんだろう。スキャナーを使うには WiiU ゲームパッドを持ち上げて L を長押しする。ああ、あったあった。ゲームパッド画面では主観表示されていて、ゾンビとかそういうキャラクターに対してマーキングをすることができるんです。で、その、アイテムを持ってるとか持ってないとか、扉が開いてるかとか全部チェックすることができるんですよ。だから、あらかじめこうやって調べておいて効率よく探索するみたいな感じができるんですが、あ、上の画面でもちゃんと表示出てるね。よし。これで大体大丈夫かな？さあ、これ、生きてるのかな？あ、今ちょっと動いたよね。動いたよね、これ。叩いとこ？叩いとこ？いや、うん。いや、俺が触ったからか。いや、でも叩いといて、損はない。うわー。こういうゲーム。さあ、あ、弾持ってる。よし。戻る。オッケー。さあ、この動作を俊敏にできるかどうかが、命に関わる。はい。あ、外してく。やっつけた。やっつけたっぽい。オッケー。やっつけたっていうか、生きてるかどうかわかんないけど。新聞ゲット。新聞とかそういうのはバッグの中で見るんだっけな？ちょっと忘れちゃったけど、まあ、いっか。今読んでる暇ないっていうか。うん。よし。お、あ、入ってる入ってる。戻る。よし。ちょっと待って。反応がある。下の方に行く階段と、こっち。うん。さあ、右手側に敵がいる。お？なんだ？暗くなった。押す？何押した今。ちょっと暗くて分からんけど。あ、なるほど。あ、待てこれ。わ。そうじゃない。押せ。出てきちゃったじゃん。わー。おーい、この野郎。しょい。死ね。いや、死んでるかも。いや、死して、やっぱり。勝った。よかった。怖い。あ、なんか持ってる。でも、どうしよう。手持ちに持てない。あ、バッグに入れることができる。はい。今ね、コカ・コーラ的な、言っちゃった。コーラ的なものをゲットしました。いや、ソーダだ、ソーダ。うん。ソーダはゲットできたけど。おー、ドキドキする。ちょっとなんか、明るすぎて逆に見づらいところもあって、結構めんどくさいな。うん。さっきのこれバリケードか、自分で押して解除しちゃったんだ。これ確かここ乗り越えるとかなかったっけ？あ、あるよ。押す。あ、戻した。あ、なんだ。そういうこと。OK。さあ、こう来て、開ける。うん。確かこの辺りで、略奪。お、入ってない。略奪。お、来た。キーカード。戻る。お、そいつだ。こいつか。さあ、これは？木の板。バリケードを撤去？撤去していいのかな？ハンマーが必要。撤去するにもハンマーが必要。なるほどね。うん。さあ、バリケードを使って敵の侵入を食い止めろとか、そういう話になっていくんでしょう。開ける。開けられない。よし。さあ、チェック。うん。こまめなレーダー照射は重要なんですが。OK。さあ、カードキーを使う。よし。この隠れ家はずっと昔に私が作ったんだ。当時はレイヴンズ・オブ・ディという組織に属していてね。各地にこういう隠れ家をたくさん作った。こうなることは分かっていたからね。うん。レイヴンズ・オブ・ディ。おっと、なんだ？ゾンビじゃないっぽいぞ。お。うん。小動物とかも、トラッキングレーダーに反応しちゃうんだっけ？なるほど。さあ、ちょっと、
監視室的なところに来たけど、お、いいね。回復薬、メディパック大。よし。おお、さあこれは？レーダー。さあマークをすると、アイテムのあるゾンビ。これ何？生きてるの？なんで首つっちゃったの？いや気持ちはわからないでもないけど。これいきなり動くパターン。わあ、生きてるじゃん。え、やった？やってない。やったっぽい。ね、なんか、食べ物持ってる。ケーキ。ケーキってなんだよ。バッグバッグ。ケーキは治療アイテム。このアイテムを食べるとライフゲージが回復します。コーラ。コーラじゃない、そうだ。効果がちっちゃいライフゲージが少し回復する。はーい。なるほど。さあ、戻って。よし。さあ、なるべく、サクサク行きたいというか、行かなきゃいけないというか。はい。はしご使う。周り見て、周り。トラッキングレーダー。反応はない。さあ、マーキングしていきましょう。ドア。開いてる。アイテム。ある。よし。さあ、これはチョコレート。お、発射速度アップグレード。お、何それ、すごくなんか大事なアイテムじゃない？アップグレード。道具というところに、発射速度アップグレード。同じモデルの武器の発射速度が上がります。やり直しはできません。ワークベンチを使ってアップグレードします。あー、なるほど。そういうことか。うん。この場合はハンドガンの発射速度を上げることができると。主人公はその、スキルみたいの持ってて、それを強化できるんだっけな？それは経験値とかだっけ？うん、いろいろノートとか、ガイドブックとかいろいろ書かれてるんですが、今は一旦戻りましょう。皆さんの方に画面を映すことができないから、ちょっと説明しづらいというか、意味がないというか、その辺は、口で喋っていきたいと思います。さあ、何かないかな？うん、ないね。右の方には、ドアがあるけど、これは戻る方向に行っちゃうからいいでしょう。さあ、エグジット。おー、ようやく。あ、そう、なんかこういう、メトロ的な、地下鉄を使って移動するとか、そういう設定だったかな？ロンドン観光もできちゃうっていうゲームだけど、嬉しいかどうかはともかくね。さあ、スーパーマーケットエリアで監視カメラハブを2つスキャンしろ。特殊病だけでなく、疫病を食い止めたロンドン大火も予言していた。患者を見た彼はパナケイアという治療薬を作ろうとした。でもそんな薬はない。見ればわかるだろう。この病に治療法はない。うん。何もない。これ何かあるかどうかっていうのはあらかじめスキャンをしておくといいのかな？環境スキャン。私に任せろ。安全のため隠れ家に鍵をかけた。よし、もう出入り自由だ。お、なんだ、やれるじゃん、すごいじゃん。さあ、略奪。何もないな。調べといて何もないのに調べてどうする。さあ、今現在マップが表示されてません。うん、よし、行こう。ダッシュ。お、さあ、来たね。ブリックレーンマーケット、アンブリークリーン。ジャンクションボックスがあったらスキャンするんだ。そうすればこちらから監視カメラを起動させられる。うん、監視カメラを起動させるためにハッキングしましょうと。さあ、敵の声が、あー、いた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 。確か向こう側ってさ、なんかよくわかんない暗号的なものなかったっけ。いや、まあ今おそらく皆さんに言ってもしょうがないと思うんだけど、あったんですよ。で、それが結局解けなくてみたいな感じだったんですが、うん、まあ一応ゾンビは叩いておきましょう。ゾンビというか動かない死体。ごめんなさい。お、ソーダゲット。よし、
さあ、マップで言うと左上の方、こっちか、の方に、ターゲットマークがついてる。トラッキングレーダー。お、さあ、左後ろ方向と前方向に反応がある。なくなった。あれ？カラスか何かかな？さあ、環境スキャン。お、あったあった。カメラハブ。あれです、あれ。目の前にあるあれ。それをハッキング。お、さあ、ネットワークに接続。これでスマートマップが更新された。地図がなければ生き延びるのは難しいぞ。確かに。周りの状況がわかるかどうかは、命に関わる。よし。お、さあ、マップが更新されました。おー、なるほど。便利。あれ？でもさっき調べたやつは？うん。あ、なるほど。環境スキャンでアイテムがあるかどうかっていうのは、こう分かった時点、うわぁ、なんかいる。うん。マップの方には、その大切な情報だけが残るんだね。さあ、それじゃあ、アイテムはいただいていきましょう。お、いいね。普通に弾薬が落ちてる街ってどうなのよと思っちゃうけど、まあ、ゲームだからいっか。上の方に行くのか？これ何？ C4 爆弾を使う？ C4 が必要だ。ここで何するの？爆弾使って、あ、マップでは向こう側が行き止まりになってるから何か特別なアイテムがある可能性もなくはないかも。発煙筒だ。お、明るい光でゾンビの気を吸わせるから重宝するだろう。なるほど。いわゆるデコイ的な感じかな。ゴミ箱アイテムなし。ゾンビアイテムあり。生きてるゾンビは、生きてるゾンビっていう言い方もおかしいけど、アイテム持ってない。今のうちにちょっとハンドガン試しておく？あ、後ろ取れるか。あの、後ろからこう、あ、これだ。プッシュを何回かすると倒れ込むんで、で、頭の方に回ってからだと、倒れてるゾンビを踏み潰すことができるはずなんですが、ちょっとやってみようか。さあ、足音を立てないで、ゆっくり近づいていきましょう。どれぐらいで足音とかあるんだろう。走るよりかはいいよね。うわぁ。おぉ、あばか！おぉ、びっくりした。くそ、騙せなかったな。後ろに回んないとダメなんだっけ。できるかな。まずプッシュかけましょう。よっ。おい。こんな感じ。おい。よっ。いいぞ。よし。で、回り込んで。わ、ちょっと。とどめ刺す。とどめ。かわいそう。よーし。やったった。ウェーイ。アイテムももちろんない。一回ダウンさせたゾンビはどんどんこうプッシュでもう一回ダウンさせられるんだ。ああ、よかった。なるほど。ここにゾンビがいてアイテム持ってるけど、そこに行くためには C4 が必要みたいな感じかな。うん。で、こっちか。あ、あったあった。はしごがあって、上からはしごを作ることができる。あ、そこだね。行きましょう。他にもいろいろ調べるべきなんだろうけど、まあ今回は巻きで行きましょう。もう結構時間経っちゃってるし、ね、これは倒すことはできないか。結構画面がさ、あの普通に揺れるゲームなので、プレイしてる私自身も結構 3D 用意してきたかも。ここから行くのか。うん。さあ、環境スキャン。周りには特に何もない。 OK。登る。暗い。何もないかな。お、おっとっと。さあ、発煙筒。うん。いざって時にはこれ使って逃げたりとか戦ったりとか、そういう感じかな。お、さあ、はしごを落として、降ります。これは飛び降りたりはできないかな。うん。オッケー。さあ、ターゲットはこっち。スキャン。何もないな。意外と何もない。お、さあ、ドア。開いてる。
お、セーフハウス的なマークかな。さあ入って近くにマンホールがあるだろう。それが隠れ家への近道だ。いいか、撤退するのも勇気のうちだからな。うん、いざとなったら逃げましょう。お、アンロック、はい。お、タッチ、あ、マンホールをタッチすることによってゲージを上げて、よくやったな。開ける。そんな簡単に開けられるもんなの？すごくない？この主人公。お、さあスーパーマーケットの中に入れ。だからちょっと待って、ここマップがないんだけど。スキャン。さあ目の前のドア、軟禁錠付きドア、ピッキングツールが必要だ。ピッキングツール、うん、開いてる。こっちの方に行くにはピッキングツールが必要で、こっちは空いてる的な感じかな。お、わ、やばい、わわ、空振った。やべえ、特定できたぞ。ちょっと待って、そのスーパーの裏手だ、気をつけていて。はい、ハンドガン練習しよう。あ、これ別にあのあれだ、あのジャイロセンサーで狙えない。うわ、外していく。やった、ヘッドショット2回でやっつけられる。あ、セーフ、オッケー。ハンドガンの音とかで他のゾンビが来ちゃうみたいな可能性もあるかも。アイテムなし。うん、ちょっとあの武器の場所を変えた方がいいかな。ライトの場所、あ、バックライトを1個下げて、クリケットバットを左上に入れます。オッケー、あ、待って待って、今バッグがね、12個のスペース全部いっぱいだ。これちょっとあの物を置いてこないとダメだ。じゃあ一旦隠れ家に戻りましょうか。これ抜け道を使うん。あ、ゲームパッドの方にマップが表示されてて、行き先を自分で選ぶと。はい、さあ隠れ家へと戻ってきましたが、じゃあ一旦確か箱に預けられるから預けましょう。あったあった、はい、開ける。ここは出発地であり、帰るべき家でもある。君の生死は隠れ家の安全にかかっている。うんうん、何としても守るんだ。はい、ハンドガンの弾を20発手持ちに持っといて、金属製の入れ物というところに預けましょう。回復アイテムは1個あればいいよね。手持ち1個とバッグに1個あればいいでしょう。発煙筒は1個あればいっか。うん、とりあえずまあ軽装備で行って、なんか難しくてクリアできないってなったら、いろんなアイテム持っていきましょう。 OK、 じゃあ一応セーブしてもやられちゃったら意味ないんだけど、まあいいでしょう。わっまあそうだよ、何があるか分かんないからバッグ背負いながら寝た方がいいよね。なかなか賢い、寝づらそうだけど。よし、じゃあスーパーマーケット行きましょう。よし、さあ戻ってきて、ここはどこだ。真下にマンホールがあって、こっちか。お、ロード中、はーい。待って、トラッキングレーダー、反応はない。結構かかるな。お、あれ今、あ、ちょっと待って、ゾンビが再配置されたっぽい、後ろの方。これはうん、まあでもほっとこう。お、さあドアは開いてる。うん、どっちに行けばいいんだ。あ、こっちっぽいな。あー、思い出してきた。うん、スーパーマーケットの方に行って、でレーダーを使い、見えない場所にレーダーを使えば、どんなやつがうろついてるか確認できる。はーい、確かね、おっと、動いてるやつがいる。うん、これ戻ってくるときさ、強敵がいて、なおかつこの辺りにもゾンビが配置されてるんですよ。だからかなりピンチな状況になるんですが、これ入れないかな、入れないか。うん、どうしよっか。いざって時のためにあのバッグからこの発煙筒を取り出しておきましょう。手持ちにしておく。手持ちは6つだけアイテムが持てます。
よし。オッケー。さあ、叩く。外してく。よし。一回の空振りが致命傷になるから。さあ、トラッキングレーダー。左の方にもいる。動物。動物。ゾンビ。アイテムあり。うわ、いた。動く。ハイヨルゾンビ。さあ、ハイヨリタイプは、そのままやっつけられるかな？とどめ刺す。よーし。雑魚。お、来た来た来た。こいつの鳴き声で他のやつが来るとかはないかな。そういう敵が出てくるんだっけ、スーパーマーケットに。いや違う、スーパーマーケットが出ると出てくるんだ、確か。おいやー、来た。おいいいね。ゾンビが下手に賢いからくぐってきてくれる。よし。サクサク行くとは言ったけど、なかなかそうもいかないか。こういうのやっつけておかないと後で動き出す可能性があるから、潰しておきましょう。だいぶ映像ぐるぐるしちゃったりして申し訳ないんですが。お、弾。あ、弾持ちきれないからバック。オッケー、戻る。さあ、素早い操作を心がけていきましょう。よし。あれ、よしじゃない。略奪。オッケー、弾。結構ね、ゲームパッドの画面と上の画面を、交互に見ないといけないゲームだから、なかなか大変。あ、ちょっと待って、なんか、違う。ドア？ドア？そこのドアじゃなくて、ここ？行けないんだけど。お？マップがわからないからな。カメラハブ、どこにあるんだろう。さあ、環境スキャンしていきましょう。お、ゴミ箱、アイテムない。ドア、缶抜きがかかってる。スーパーマーケットの裏の方に、お、うん。さあ、2階部分にアイテムがあるぞ。これはチェックしておいた方がいいかな？階段。階段っていうか、はしごか。結局、割と慎重なプレイになってるっていう。今回は、なるべくスーパーマーケットをクリアするとこまで行きたいかな。お、発煙筒がめっちゃいっぱいある。やったぜ。これを使って、みたいな。ちょっとどれぐらいダメージ受けるかな、これ。結構ドキドキだけど。いってー、これぐらいの高さでダメージ受けるとか、さすがに飛び降り方が下手すぎない。さすがに俺でもこれはダメージ受けない気がするけど、よほどバッグが重かったのか。さあ、ちょっぴりダメージ受けちゃったんだけど、回復アイテムがもったいないか。うん。ソーダとか手に入れたら確かめてみましょう。他にはこっちか。あー、これあれだ。向こうに行っちゃったらもう戻れないってやつだ。さあ、カラス。アイテムあり。え、嘘。じゃあハンドガンでやっつけた方がいいのかな。かわいそうだけど。持ってるんだったらやりますよ。うん。これ結構本当に、ゼルダの伝説とかで慣れてるけど、ジャイロ機能で狙えないからちょっと気になる。やった。さあ、あそこに登れるか。リロードはしておきましょう。よし。お、あれ？懐中電灯じゃなくて、OK。弾はちゃんと補充。で、一旦懐中電灯切って、エネルギーを充填しておきましょう。うわー、これ。絶対、あ、そうだった。今トラッキングレーダーに表示されないけど、ここ行くと、ゾンビが出てきて、マーケットに逃げ出さないといけないみたいな。あった、あれか。違う、これ。ただの監視カメラだ。なんとかハブじゃない。これは、どうなってる？どこだ？マップを分からない状態で突っ込むってのはちょっと、やばいんじゃないの？これも監視カメラか。監視カメラは、プレッパーさんが見るために使うやつか。うん。じゃあ、向こう側かな？ないよ。うん。じゃあ、行くか。確か敵が出てきたような気がするんだけど。ここ登れるの？登れないじゃん。ジャンプとかないし。怖えー。うん。拾う。発煙筒。よっぽど敵が出てくるって。
あーこのカラスあれだ、飛び出した後に撃たないといけなかったんだ。なんだそういうことか、登れるかと思って勘違いした。かわいそう、無駄な命を奪ってしまった。あれ敵とか出てこなかったっけ、中の話か。スーパーマーケットエリアで監視カメラハブを2つスキャンしろって言うけど、中なの監視カメラハブ、中か。マジか。じゃあ入りましょう。え？警報だ。店に入れ。早くしないと電柱が落ちろせて。いやいやいや、ちょっと待って。どこに、どうやって入ってこいの？いや、お前、中に入ればいいの？怖いよ。連打するよ。とどめ刺す。あー、危ない。はい、入る。おー、怖えー。ちょっと。そこの警官たちはスーパーの警報が鳴って呼び出されたんだろうな。カオラ、危ねえ。焦った。さあどうやらなんとか入れたようだけど、缶抜き外したら襲われるでしょこれ。ちょっと落ち着こう。さあ向こう側のゾンビはトラッキングレーダーに反応しないで、店の中には動くものがいくつか表示があります。4体3体ぐらいは出てる。うん、さあ何かないか、缶抜きチェック。缶抜きがかかってる。何もないな。焦ってクリケットバット装備しちゃったけど、ちょっと危なかったか。これはさあ左手の方に反応がある。うん、意外と何もない。これは一方通行か。やべえ、全然思い出せない。わあ、お肉工場、なんかいる。あれ絶対生きてるでしょ。ゾンビ、アイテムあり。ドア開いてる。ゾンビ、アイテムあり。アイテムありって書かれてるっていうか、まず生きてるかどうかを調べてほしいんだけど。あ、動いてるゾンビが来る。お、寝てる。寝てるゾンビは叩ける。わー、怖ー。とどめ刺す。よし。チェック。近づいてくるやつはいない。よ、なんだこれ。よくわかんないけどゲット。栄養ドリンク。おお。栄養は大事。これは。うわーやばい。やばいけど、全然当たんなくて超焦る。さあ、弾持ってる。弾をバック、バック。栄養ドリンク、バック。バック、あと2個しか入らない。あ、開ける？開けていいのか、これ。トラッキングに反応はない。開ける。やべえな。こんな怖いゲームだったっけ？このさ、あの、環境スキャン中はあのちゃんとゲームパッドを使って狙うことができるんですよ。だから逆にハンドガンとかで狙いなのがすごく違和感があるっていうか、ちょっとドキッとするけど。バリケードか。くそ、ハンマーを使うぞ。ハンマーがあればドアをぶち破れる。なるほど、外すわけではなくてぶち破るんだ。ハンマーオートで役立つ。ハンマー来た。あ、ハンマーって片手のやつなんだ。お、ついでに片っ端から物資をかき集めるぞ。はい。さあこっちの方にアイテムがあるけどまだいけない、うん、除去、撤去、お、タッチ、うん、おい、これ周りの様子がちょっと分からなくなるのか怖い。さあレーダー、反応あり。後ろにいる。増えた。まっすぐにいる。この向こう側、あれ？どういうこと？ここで？違うよ。これ敵が、なんか、場所っていうか、フラグ立てで増えていくやつ？わー、嫌な感じ。あ、バックとかあんまりしない方がいいかな。皆さん酔っちゃうよね。もうだいぶ酔っちゃうと思いますけど。わ、なんかいる。ゾンビ。これは、アイテムない。もういっぱいいる。動物。動物いないでほしいよな。トラッキングに引っかかるから。
さあなるべくチェックしておきましょう。よし。なんか声聞こえる。あそこに何かいるっぽいぞ。アイテム、ゾンビ、アイテムなし。めっちゃいっぱいなんかゾンビの死体が落ちてるから困る。クマタン、あ、これは外しておいた方がいいか。よし。さあこれでいつでもマーケットから出ることができるけど、監視カメラハブを起動させないとストーリー的な意味がない。ちょっと怖いんだけど。うわ、いるいるいる、なんかいる。おーい、ネズミか。うん、射程距離がいい。あれ絶対向こうなんかいるでしょ、これ。てか動き出すのかい。お、来たー。ハンドガン使おう。お腹だと全然効かないか。うん、やはりヘッドショットが重要か。よし、バッグ、弾補充。よし、戻って。 OK。 ハンドガンの音とかで周りの敵が気づいて襲ってくるってことはないのかな。さあレーダー照射。何もない。この完成レーダーがあるからいいけど。アイテム、ゾンビ。結構この環境スキャンってやつがすごく重要。マーキングできるからね。よし、安心。よーし、 OK。 反応はなし。お、左の方に反応がある。この先、さっきの動物か。あ、なんかいる。生きてるゾンビ。うわ、来た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 。ハンドガーン。あれ、なんで勝手にリロードした。あ、そういうのやめてくんない。やった。うん、なぜ今勝手にリロードしたんだ。何か特別な操作したかな。うん、 OK。 じゃあバットに切り替えて。あれ、こっち行けない。うわー、怖い。おもちゃ売り場怖い。こっちか。うわー、お、さあ棚、アイテムなし。棚、アイテムなし。アイテム何かある。棚、アイテムなし。新聞、木の板、開ける。うん、なるほど。 OK。 じゃあ戻って、この近くに監視カメラハブがある。待て、監視カメラハブを起動させると何かあるかもしれない。なんか昔似たようなこと言ったような覚えがあるんだけど。向こう側か。じゃあちょっと失礼してアイテム回収。よし、安全を確保してからアイテム回収は大切。あれ、ちょっと待って、どうやってあそこに行くの。行けないじゃん。ん、ポーカー、わかんない。あそこに行き方がわからないぞ。回ってくるのかな。お、やったぜ。何これ。お、命中精度アップグレード。わー、やった。アイテムの探索すごく重要じゃない。意図的に隠されてたよね。よし、さあもう一つアイテムがあるんだけど、取りに行けるんでしょうか。あれ、回り込む必要がある。こっちか。さあ、かなり大胆な操作になっていて、とても申し訳ないんですけど、アイテムいっぱい。
うん、さあハンドガンの弾を入れて手持ちに移して、さあこれでバッグいっぱい、よし。待てよ、回復アイテム、栄養ドリンクは効果小、ジュースは効果小。じゃあ栄養ドリンク使ってみましょう。使う。お、バッグから直接使える。本当に回復しねえな。10分の1ぐらいか。うん、オッケー。こっちか。じゃあいよいよ監視カメラを起動してもらいましょう。うん、あ、下？うっそ、これ絶対怖いやつじゃん。パッドを接続してカメラを起動させるんだ。うん、いやいやいや、動物、棚、レーダーに反応はなし。待って待って、扉とかないのかよ、怖えな。すごいゆっくりいってるけど、あーなんかいる。あのトラッキングには反応してないけどなんかいる。これ絶対動くやつでしょ。これに目を奪わせといて他のところから来るパターン。オッケー、いいか、死んでるゾンビはいいゾンビだ。よーし、お、いろいろある、アイテムたくさんある。オッケー、でもアイテムが入りきらないな。結構あの壁越しに何かを調べるってことはできないっぽいな。うん、さあこれらは、そうだ、アイテムいっぱい、回復アイテムっぽいかな。あ、火炎瓶じゃん、これ重要でしょ確か。強敵に対して使ってすぐハンドガンを撃ちまくって倒すみたいな、そういう感じだったような気が。じゃあソーダ使う、よし。火炎瓶はもはや定番だな。だが定番を超えるものはなかなかない。お、いいこと言うね。うん、さあ定番のアイテムはすごく嬉しい。アイテム持ちきれないから、回復アイテム落としましょう。戻る。ちゃんと回復アイテムは足元に落ちるんだね。オッケー、捨てるわけではない。よし、じゃあ火炎瓶もセットしておきましょう。発煙筒とかハンドガンとか、ハンドガンの弾と入れ替えるか。うん、ねえ、でも回復どうなんだろう。回復とかって時間かかるかな、使うときすぐシュッと使えるのかな、気になるとこだな。手持ち6つしか持てないっていうのはなかなかきつい。うん、よし、さあ準備はできたから、これか。さあ起動してもらいましょう、ハッキング。よし、監視カメラを使えるようになった。君がジャンクションボックスをスキャンしてくれれば、こちらでハッキングしてスマートマップを通信できる。お、わあやべえ、来た。パッドを確認してみろ。言わんこっちゃない、全然トラッキングレーダー関係ない。うえへ、とどめさす。怖いよ、主人公がさ、とか言いながら攻撃するから超怖いんだけど。さあ、なんとかやったったが、あのレーダーが全然役に立たないんだけど。イベントで出てくる敵に対してはちょっと役に立たない。近道まで戻って隠れ家に帰ってくるんだ。用心しろよ。うん、素早く逃げ出すか敵をやっつけるかみたいな、そういう話だった気がするけど。確かここ出たら敵が出てくるんで、それに対してあらかじめ火炎瓶をセットしておいて、これ投げた後にハンドガンに切り替えて撃つみたいな感じでいきましょう。あ、いたいた。あいつのせいで
よし。よし。うわ、キーンって言ってる。うるさい。そこを出た。怖い。やった。レベルアップしたっぽい。やったか。やってない。やった。作戦がうまくいった。よかった。焦った。しかし硬かったな。燃えてるとき全然頭が見えないから。めっちゃ焦った。このバリケードはどうやって外せるの？向こう側に何かアイテムがあるっぽいけど。結構いろんなつながりがあるな。あ、スキャンスキャン。アイテムない。さっきの強敵っぽいやつは？こいつが他のゾンビを呼び出すんだよね。アイテムあり。お、発煙筒。バッグ持てない。戻る。発煙筒使ってみたいかな。一回ぐらい。よし。あれ？反応がない。あれ？なんか敵出てくるじゃなかったっけ？あ、さっきのやつが普通ワーンに出てきたぞ、バカが。逃げろー。やった。帰りましょう。はい、早く。え、はい、早く。あ、入る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 。やべえ、すごい、ドア叩いてる。怖い。あぶねえ。助かった。怖えな、このゲーム。よく戻ったな。メインルームにボックスがあっただろう。カラスの紋章が入ったやつだ。あれの使い方を教えてやろう。いや、もう知ってる。まあとりあえず移しましょう。いやー、こんなに怖いゲームだったっけ。そこには武器とか弾とかアイテムをしまっておける。うん。持ち運べるものには限りがあるからな。そこに物資を用意しておけば出かける前に選んで持っていける。うん、じゃあしまっておきましょう。ハンドガンの弾、まあそうだよね。回復アイテムは手持ちに1個大きいのがあればいっか。木材、バリケード。バリケードってどこに作っておくべき。破られちゃうよね、そのうち。うん。火炎瓶は1個は持っておくべきか。発煙筒も1個は欲しいよね。うん、オッケー。手持ちに発煙筒とハンドガン、そしてメディキットで、バッグの中には火炎瓶を入れてあるけど、どうしよう。手持ち6つってのがなかなか厳しいな。回復アイテムはとっさに使えるかどうかわからないから、確かめておくべきか。あ、じゃあ今確かめようか。じゃあ栄養ドリンクをバッグに入れて戻る。で、バッグを取り出して栄養ドリンクをハンドガンの弾と入れ替える。よし。で、これをゲーム中に使う。タッチ。反応ない。回復がマックスだと使えないんだな。あんだ、そっか。困ったな。ダメージ受けたら調べましょう。さあ、というわけでちょっと長くなっちゃいましたけど、だいたい今回こんな感じかな。いやー、すげー、なんかこうゲームパッドで操作できるという、そういうなんか利点もあるんだけど、逆にデメリットもあるみたいな。すぐ装備を切り替えることができないみたいなね。この2画面をこう交互に見ないといけないというこのプレッシャーがなかなか面白い。これはね、なかなか面白いですよ。うん。さあ、というわけでミッションブリーフィングを受けて終わりにしましょう。おっと、お出ましか。え、大勢来るぞ。レーダーを確認しよう。ちょっと待て、バカ。ちょっと、嘘でしょ。危険すぎて眠れません。ちょっと待って。あかんやけん。これ、発煙筒とか、戻る。バッカ、もう、なんだよ、終わらせようと思ったら敵が出てくるとか？来るぞ。確かここで待ち構えてる。なんとかなったような。トラッキングレーダー。あー、いる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 。わー、周り囲まれたら。あー、ちょっとちょっと、やられる。やられてこれでおしまいっていう、そういうパターン。なんか、わわわ、バカバカ、耳にいる耳にいる。おーい、ちょよし。レーダー。まだあと2体ぐらい目の前にいる。ハンドガン弾ないんだけども。
よし、あ、左の方敵いる、はい、閉じる、レーダー、え、増えてる、明らか増えてる、やばい、はい、閉じる、やばい、巻き込まれる、うわー、やばい、はい、で、ここくぐる、ふう、後ろにいる、とどめ刺す、やった、まだ来る、レーダーよく見て、とどめ刺す、レーダー、うわ、いる、来る、潜る、いいぞ、無双シリーズ始まったけど無双してないけど反応は？今ので連中も懲りただろう。奴らに学習能力はないが本能はある。そう、奴ら動物なんだ。君の隣人でもなければ友人でも家族でもない、ただの動物だと思う。人間の顔をした動物だ。いや、動物だったらもうちょっと可愛げがあると思うんだけど。いや、まだいるじゃん。ちょっと、いやいや、プレッパーさん、わあ、まだキヨルが2人来るけど、2人、いや2体、ゾンビ動物なんて可愛いもんじゃねえだろ。うわあ、やばい、後ろから来る、早くさ、止め刺す、とどめ刺す、うわ、後ろから来る、隠れろ、いてててて、引っかかれた、よかった、あぶねー、反応、反応もう一回、よけた、だがまだ生き残りがいるぞ。ちょっと待って、バッグ、バッグ回復アイテム、戻して、バッグ戻して、で、回復アイテム使う、瞬間回復できる、ちょっと敵来すぎじゃない？いるいるいる、わわ、ちょっと多いよ、パパ、発煙筒来た、発煙筒、ハンドガン、レーダー3体、ああなる、ああなる、発煙、ちょっと発煙筒効果短い、危なっ、バット、とどめ刺す、とどめ刺す、刺させて、ここなんかすごく気持ち悪いあ、いい、今ので全部だろ、よくやったな、少し休むといい、休ませて、意外でぐっすり眠れば気分も良くなる。うん。さあ、というわけで、ここにごったに状態。アイテム持ってるのかな、これ。わあ、いっぱいマーキングできる。あるやついる。ないやつもいる。一つ考えがある。ん？バッキンガム宮殿の見物に行かないか。守衛がゾンビに苦戦している隙に、中に忍び込めるかもしれないぞ。なんで行く必要があるの？バッグに入れる。ちょっとくぐってる場合じゃないよ。もう一回向こうに行って、アイテムはゲットしておきましょう。はい。いやー、すっかり忘れてたよ、本当に。お、ハンドガンのところに弾を合わせると、リロードモーションなくしてプレイすることができる。プレイというか。補充することができる。あぶねー、焦った、ミッションブリーフィングなんて受けるんじゃなかったな。お、新たな情報だ、監視モニターをチェックしろ。はーい、と言いたいとこだけど、今回は一旦ここで休みましょう。あー、よかった、しかし大変だったな、気軽になんかもう一回プレイしようと思ったら全然覚えてないのいやー、大変だった、サクサク行くなんて言ってたけどこれ無理だわ、もうめっちゃビビらされてる。でもすごくね、面白い、このやばーいみたいな、うわーみたいな感じが。
噛まれたらおしまいっていうプレッシャーもすごいしね。さあというわけで久しぶりにプレイしたゾンビ U、 うん、まあ皆さんからするとおそらく初めて見る方もおられると思うんですけど、まあこういう感じのゲームなんで、まあかなり気疲れしたりとか体力も疲れるし、あと画面酔いとかもするので、その辺好みが分かれると思いますが、もしプレイできる環境があるならやってみてくださいというわけで、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。